こんにちは。今日も一緒に水彩画勉強を行っていきましょう。今日は新聞紙です。新聞紙を使って木々を描いていきたいなと思います。とても簡単なので皆様一緒に描いてみましょう。2枚ほど重ねてます。これぐらいでいいですかね。水拭き。貼っておきます。色を置きます。万能筆で。入れます。スクラッチします。ぐちゅぐちゅにしたやつで叩きます。足元固めていきます。影を入れていきます。色を弱めて奥の木々の影を入れていきます。穂先をバラバラにして叩いていきます。できました。光と影、こういった感じで全体を描くときに木を一本一本抜いて塗っていくとどうしてもまとまりが悪くなります。なので新聞紙ちょうどよくぼんやりとなってくれます。楽しいですよ。皆さんもよかったら試してみてください。さよなら。